ニュージーランドワイン専門で輸入をしておりますサザンクロスのダンバラと申します。今日ちょっと初めての配信で不慣れなところも多かったりとか結構緊張してるんですが、あったかい目で見てやってください。よろしくお願いします。もちろんニュージーランドからライブ配信をお届けできればと思っております。北島と南島に分かれたニュージーランドですが、今日はグリーンソングスの浩平さんと一緒にお送りしたいと思っております。浩平さんは現在はこの7番って書いてあるネルソンですね、こちらと北島の南端丸の5番って書いてあるこのワイララパ、その中でもこの四角の5番のグラッドストーンっていうところ、この2拠点でワイン作りをしています。今日はこのグラッドストーンに浩平さんいらっしゃるので、これからつないでみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。改めましてなんですが、皆さん今日は金曜日のお昼ですね、こちらはニュージーランド時間で今3時、午後の3時なんですけども、平日の忙しい中乗ってくださってありがとうございます。ニュージーランドでワイン作ってます、まあ、栽培醸造家のです。この2020年ヴィンテージのブドウの出来具合ってちょっとどんな感じだったのかなって思う。2020年はこれ、まあ、ニュージーランド2013-15、まあ18、まあ、いい年があって2019も良くて、2020はその中でも去年に比べ、まあ、一言で言うとすごい良い、まあ、コロナのことを除けばすごい良いピノの、フラワーリング、まあ、花開花がすごいうまくいって、せっかく今日ワイナリーの中から中継していただいているので、中の様子とか見せていただいたり、今やってる作業こんな感じっていうのとかちょっとご紹介していただきたいんですけど、で今唯一発酵しているのまだ、まあ、ほとんどのワイン作りはその作るっていう意味では終わっていて、唯一まだ動いているのがこれ、このちっちゃいタンクですね。これ今度日本にリリースしようと思っているレイトハーベストスタイルのリースリングですね。これがほんの最近収穫したんで、まだまだこの中でやっと発酵が始まったかなとか、その30ブリックスとかあるんで、まあ、ゆっくりしか動かないので、まあ、それが動いたんじゃないですか。これはあれだね。アンバーピノグリ。アンバーピノグリ買ってくださってる方多いですよ。見えますかね。ここかな、はい、見えますか。見えました。これですね。ピノグリスキンズ。はい、ちょっとパンションの木の樽なんですけど、うん、なんつうんだろう。もうほとんどその古い樽なので、まあ、入れ物として今ちょっとこう、アンバーのピノグリも少しこう、なんつうんですかね、こう、まろやかにするために、ちょっとまあ、瓶詰め8月ぐらいのつもりですが、はい、少しこう樽で寝かせてる。樽と同じ形をしたステンレス。樽香はつかないけど、樽の、まあ、良さ、この形ですね。この形によって、樽のこう良さが、からのそのうまい対流によってワインがまあこう、うまく混ざるってやつなんですけど、そこには今ちょっとあれですね。こっち今ちょっとやってる、こっそりプロジェクト、コクマロスタイルシャルドネ、オールドスクールシャルドネのちょっと一部に今、要は一回発酵のステンレスの中で発酵させて、この樽の形、この後樽に入れて樽熟ですね。1、2年とか。意味で言うとこれかな。2020年の、見えますか、はい、?2020 年のワインがほとんどの中で、これは2019のリースリングですね。これもちょっと秘密というか、ちょっと隠したのプロジェクトで、はい、2、3年熟成させたリースリングですね。これもこの中に、でわざとトッピングしないで、保守しないでやってるんで、上がどんどんワインってどんどん蒸発していくと、まあ、樽ってどんどん水分抜けちゃうんですけども、はい、その中で、ワイン減っていくけど、それを普通そのフレッシュにしたい場合は、ここにトッピングってこれをギリギリまでにするんだけど、わざとトッピングしないで、液面をこう、ぐーって下げて、ちょっとなんつうんだろう、うん、酸化のニュアンス、はい、をつけるみたいな、そんな作りになってますね。あと、こんな感じですね。今、ワイナリーの全体像で、樽が今、4段に積んであるんで、今、一番上に見えてるのが4段、さっき上から見た樽を、まあ、中から見れば、新型徐行器ですね。もう、ここ、ブドウが中からコロ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 って転がってきて、この丸と丸の間にポロンと落ちるんだね。
あとはこれですかね、まあ、ペットナット。あ、これペットナットですか。これもあれですね、ペットナットは、はい、今月末、あ、もうすぐですね、5月29の予定だな、瓶詰め。ちなみに今ちょっと一個質問、ビニヤードが見てみたいですね。そうですね、こっちワイナリーで、あ、そう、いい天気なんですけど、今は16度ぐらいあるんですけど、朝はね、マイナス2度ですね。今年のワインはいいとかってどこで判断するんですか？質問ありがとうございます。もちろんそのブドウの出来ですね。そのいいブドウがあるかどうかがもうどう考えても、まあ、ワイン作りのスタートポイントなので、そこで天候にもその恵まれてほしいタイミングがいくつかあって、もちろんその収穫っていう時期もあるんです。まず霜が降りないってことですよね、はい、でそこを一つかいくぐって次はフラワリングっていう開花期が天気が良くて、で収穫期も天気に恵まれて、うん、いい収穫クルーに恵まれてブドウがワイナリーの中まで来れば、お、こっからはいけるなっていう、まあ、まあそこまでまず来なきゃいけないですね。ブドウの中に含まれているその栄養分を、まあ、砂糖だけじゃない栄養分をうまく酵母が食べてくれるかなとかいうところで、うん、そこあと発酵がまあ綺麗に進めば、途中でちょっとそのなんつうんですか、その還元臭っていうその利用みたいな香りが出ずに、その綺麗にこう発酵を進ませてあげて、まあ、そこまで来て樽まで入れば、まあ、ほぼほぼ安心って感じですかね。まあ、まずはとにかくブドウの質、その点、そこですね、うん、ブドウの質ですね。もうそれが最低条件、ね、3つあるんでしたっけ、ホットする。ありますよ。第1ホットがワイナリーにブドウが来る、で第2のホットするのが樽に入る、樽に、はい、第3のホッとするのが瓶詰め、瓶に入っちゃえば、うん、そこで、まあ、いろいろありましたが、2020年、まあそのまあ、コロナとかあって、まあそのね、レストランとかもすごく、まあ、大変な状況でありますけども、まあ、僕としてこちら作り手としてできることは、まあ、120% ここでやってますんで、で、まあ、お店行ったした通り、まあ、この恵まれた環境の中で、まあワインは作れてますし、あと本当に幸いなことに、そのワイン産業っていうのが、ニュージーランドでは必須産業っていうのに認められたおかげで、ロックダウン中もその営業可能だったっていうこともあって、まあ非常にその、まあ、恵まれてるなと思ってます。で、その中でまあ、今年も、そうだな、やっぱりこの、まあできることそんなにできないんですけど、まあその、まあ、今僕がやっているこのきちんとした美味しいワインをこのまあオーガニックのこの環境からまあお届けできることは、まあ人知がで人間ができることはまあできる限り全部やって、あとはまあ天候とかまあいろいろその他の状況とかがまあうまくなっていくのをまあ見ているっていうところですね。まあ今年もいいワインなので、まあそのなんかあとは前のヴィンテージの前もだいぶこうなんかこう瓶詰め、あ、瓶熟してきてだいぶいい飲み頃になっているんで、まあこんな形の青空の下でできたワイン、グニソングズのワイン、ぜひぜひまあ、なんかのタイミングでなんかいつものごとくワインだけちょっとまず行きますので、ぜひぜひ召し上がってちょっと試していただければなと思います。またちょっと今日のワイナリーとか畑の様子もあれですね、見ていただけたと思うんで、よりそのワイン、今ちょっと手元にないですけど、どんな形になってるか、はい、ちょっとこう皆さん実感持っていただけたんで、まあ、ダンバラさんの後ろにありますね、そのワインですね。あ、まあ、ちょっともうまあ、リースリングもいいし、ピノグリもいいし、ちょっとまあ逆に言うと、まあ、ニュージーランドのそのソーヴィニヨン以外の品種も、いろいろ試してみていただけると、面白いんじゃないかなって気がしますね。ぜひ、ちょっと大きな拍手ってできるのか分かんないですけど、浩平さんに大きな拍手で。ハートいっぱいありがとうございます。じゃあすいません、小林さんお忙しいところありがとうございました。もう忙しいところあと今日も一日金曜日頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。コメントでグッドとかたくさんいただいてありがとうございました。ですね、ちょっと僕たちも初めての取り組みで、こんな状況の中で何ができるのかなってずっと考えてたんですけれども、まあ、やっぱり基本的にはワインの輸入元なので、僕たちが基本姿勢とするそのワインの背景だったりとか、どんな人が作ってるのかとか、現地の様子とか、できる限りあの手この手で皆さんにお届けしたいと思っております。よろしくお願いします。ニュージーランドワイン一筋に頑張っていきます。今日はどうもありがとうございました。